このそば。さて、潜入したはいいが、問題はあいつらがこの大きな城のどこに囚われているのかってことだな。きっと地下ですよ。ほら、溶岩の流れる地の底に堅牢な牢獄があったりしてですね。リアはそこで身ぐるみを剥がされているんだろうな。魔王軍の幹部候補となったものなら、それくらいのたしなみはあるはずだ。二人とも不吉なことを言うのはやめてください。ぶっ飛ばしますよ。とにかく一刻も早くリアを救い出しましょう。踊り子コンテスト本戦の日も近づいてきてるしね。お宝のこともお忘れなくね。えカズマ、約束を破ったら承知しないから、そのつもりでね。もちろんわかってるよ。でもいいか、リアの奪還が宝を丸ごとお前に渡す条件だからな。そこんとこよろしく頼むぞ。それを聞いて安心したわ。それならお宝のためですもの、頼ってくれていいわよ。よし、そうと決まればとっととリアを奪還して帰るぞ。あの、アクアのこともたまには思い出してあげてください。おお、これが古代魔道具が封印されているという祭壇ですか。ここを発見したのは今から100年ほど前のことでした。当時私はとあるお方から古代兵器に関する古文書を譲り受けました。以来長い時間をかけて古文書を解読し、そしてついにこの封印の祭壇を発見したのです。しかしそれだけでは足りませんでした。踊り子ですね。はい、古文書によれば封印を解くには踊り子が必要でした。なればこそ私は今まで何人もの踊り子を捕まえてきて、この祭壇で儀式を執り行い、彼女たちを踊らせてきたのです。しかしそれも最初だけのことでした。一体何があったのでしょうか。いつの間にか私は儀式よりも踊り子探しの方に夢中になってしまったのです。ああ、踊り子の魅力はかくも恐ろしい。おいたわしや、ダニエル様。古文書にはこうありました。女神のごとき舞を披露せし者、青き衣をまといて封印の地に降り立つべし。古文書に従い、儀式の踊り子にお願いをして青い服を着てもらったりもしましたが、いずれも結果は失敗。以来私は考えに考えました。そしてついにある結論に達したのです。無理に青い衣装を着せてもうまくいかない。ならば最初から青き衣を身につけている踊り子ならどうか。おお、確かにリアは最初から青い服を着ていましたね。その通りです。リアこそが古文書に記された青き衣の踊り子であることはほぼ間違いないでしょう。さあ、これで準備はすべて整いました。チャーリー、リアをここへ連れてきてください。ぎょい。ダニエル様はあのようにおっしゃっていたが、推しの踊り子の命を危険にさらして本当にいいのだろうか。もし青い衣装がリアではなくシエロだったとしたら、うわあ、考えただけで胸が張り裂けそう。あ、え、しまった、見つかった。夢。そっか、シエロのことを考えすぎて夢の中にシエロが出てきたのか。はい、でもいつの間に寝たんだ。まあいいか、夢なら何をしてもいいんだよね。おお、シエロ。いやー、うわー、うん、こ
このパンチ夢じゃない、本物のシエロちゃんだ。どうしてここに。おいシエロ、先制攻撃かましたのはいいけど、こいつもしかして前にもあった魔王軍幹部候補の片腕じゃ。いや、貴様たち一体どうやってここに。やはり気づかれずにリアたちを奪還するのは無理だったか。見つかっては仕方ありません。我が名はメガミン、爆裂魔法の使い手にしてリアとアクアを奪還せし者。隠しているお宝のありかも吐いてもらおうかしら。ふん、これでもダニエル様の側近、そう簡単に情報を漏らすわけがないだろう。リアちゃんはどこ。この奥の部屋だよシエロちゃん。簡単に吐いたな。おのれ、巧妙な手口で口を割らせるとはなんと非道な。うるさいわね。ちょっと人語を理解できるからって調子に乗らないことよ、ブタさん。ブタよ、周りとは失敬な。私は断じてオークではない、誇り高きトロールだ。まあいい、古代兵器復活の儀式の前にエーリカとシエロちゃんを手に入れておけばダニエル様もお喜びになるはず。うわぁ、証拠にもなく正体を現しやがったな。うんわ、久しぶりに見たけど、うんわ。なんだそのリアクションは。ちょ、来ないで、気持ち悪い気持ち悪い、全然可愛くないわよ。気持ち悪い。エーリカちゃん、なんだか落ち込んでるみたいだよ。謝った方がいいんじゃ。だったらシエロはどうなの。変身したモンスター形態、気持ち悪いと思わない。気持ち悪いとまでは思わないけど、まあ確かに可愛くないかな。可愛くない、シエロちゃんに可愛くないって、どうして。泣き始めましたね。さすがにちょっとかわいそうな気も。みんな今がチャンスだぞ。このスバ、キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。このスバ、チャーリー、戻りが遅いですね。一体何をしているのでしょうか。はっ、もしや準備を放り出してリアに変ないたずらを。いや、チャーリーに限ってそんなことは。踊り子はめでるものであって手を出すものではない。そんなことはファンの中では常識ですからね。疑うわけではないですが、一応私も様子を見に行きましょう。チャーリー、信じてますからね。チャーリーが言っていたのはこの部屋ですね。鍵がかかっているようですが。下がっていろ。この程度の鍵ならば。ふん。さすがの怪力ね。怪力じゃない。アクア、リア、無事か。ひどいわね。まさかアクアたちが襲われて激しく抵抗。古代兵器復活の儀式とか言っていたが、別の場所に連れて行かれたんだろうか。くそ、ダニエルめ。待って、みんな、私的には
ちょっと別の見解かなって。ねえ、シエロ。うん。これって僕たちにとっては見慣れた風景っていうか。スンスン。綺麗な空気の気配がするわ。アクア、お前無事だったのか。カズマ。カズマじゃん。助けに来るのが遅いわよ。本当に大変だったんだから。うわ、ごめん、くせ。よしよし、辛かったですね、アクア。もう大丈夫ですから。髪にゴミがついていますよ。トロールたちにさぞかしひどいことをされたんだろう。そのひどいことについてぜひ詳しく聞かせてくれ。違うわよ、あのトロールたちは無害よ。だってただの踊り子好きだもの。だったら何が大変だったの？リア、エーリカ、シエロ、助けに来てくれたのか。このゴミの山の中で寝てるなんて、リアちゃんらしいな。感動の再会だというのに、ずいぶんあっさりしているんですね。当然よ、この部屋に入った時からリアは無事だって分かってたわ。部屋をこれだけ汚せるのはリアちゃんが無事な証拠だからね。部屋の汚さで無事を確認されるなんて、人としてどうなんだ。ダメだよリアちゃん、共同生活なんだから。こんなに散らかしたらアクアさんに迷惑でしょ。そうか、アクアにも気をつけるように言われてなるべく意識はしていたんだが。まあ確かに普段と比べたらよっぽど綺麗だけど、六本足の超可愛くない虫なんかも出始めるし。もうちょっと助けに来るのが遅かったら、不臭を放ち始めた後に謎のキノコが生え始めて。やめて、そんな醜い話これ以上聞きたくないから。本当に本当に辛かったのよ。綺麗にしても綺麗にしてもゴミは増え続けるし。わかったわかった、アクアもみんなも落ち着け。ここにいたらすぐに敵に見つかるぞ。リアちゃんの冒険用の服と武器は持ってきておいたからね。よし、準備は万端だ。こんな汚いところからさっさとおさらばしちゃいましょう。よし、じゃあ脱出す。待ちなさい、目的の二人は無事奪還できたのだし、次は私の目的に協力してもらう番よね。この城のお宝を丸ごといただくわ。脱出はその後。いいわね。確かにそういう約束だったが。私の宝感知スキルによると。こっちよ、ついてきなさい。こうなったら仕方ない、脱出前にもう一仕事だ。このスバキャラエピ